て昨日はね、八幡平の方に行ってきたんですけれども、8時半ゲート開通してから登っていったんですけれども、県境のところに、はい、まあパーキングがあるんですけど、そこまで行った時点でね、もう何も見えないし、もう霧雨にこう叩かれているような状況になって、これじゃ遊べないねっていうことで、僕らは秋田方面に引き返しましてですね、場所はですね、五所掛温泉っていうのがあるんですけれども、そこから、登っていったわけなんですけれども、国見山とか津ヶ森とか焼き山っていうね、ちょっとしたこう登山ができるエリアがあるんですよね。ここはね、ブナ林を登っていって、最終的にはトドマツがこう生えているところに到着するんですけれども、まあ厳冬期の下見にもなるからちょうどいいなと思って、僕らはその五所掛温泉からスタートしてみました。僕ら国見山到着して、で風を避けながらご飯を食べて、その後その奥のね、津ヶ森というところに行ってですね、ボール地形を滑って降りてきたわけなんですけれども、まあぐるっと1ラウンド、4時間ちょっとの参考でしたね。もうすごく充実して、で2時ぐらいに戻ってきて、2時半にね、女子五所掛温泉入ろうとか言って、日帰り入浴は2時で受付終了となっておりますっていうふうに直接言われてですね、あえなくそこは断念をしまして、